てくれて、あなたがいたから日本ハムは2016日本一になれました。ありがとう中田翔、どんな時も日本ハムの4番はあなたでした。あなたがそこにいないことを受け入れるだなんてできないよ。する愛妻か、負けん気強すぎて喧嘩もあったけど、そのやんちゃな姿も含めて日本ハムファン必要としてた。なぜなんだ中田翔を、さえも言えずに去ってしまうなんて、いつの日か必ず帰ってこいよ。監督に恩返ししておくれ。